見た目の美しさも追求される和菓子上昇菓子の別例。季節の景物が色美しく表現されている和菓子は日本の伝統的な菓子のこと。和菓子は生菓子と缶菓子に分けることができる。明治時代以降にヨーロッパなどから新しく日本に入ってきた洋菓子に対する言葉で餅菓子、洋缶、饅頭、菜中、落眼、せんべいなどが含まれる。 また、剣闘士がもたらした唐菓子、近世にスペイン・ポルトガル・オランダからもたらされ、日本で独自の発展を遂げた南蛮菓子も和菓子の一種として扱われる。洋菓子と比べて、油脂や香辛料、乳製品を使うことが少なく、米、麦などの穀類、小豆、大豆などの豆類、くず粉などの澱粉、および砂糖を主原料としたものが多いのが特徴である。 特に豆類を加工して作る案が重要な要素となるものが多い。一般に緑茶に合わせることを想定して作られており、日常的な茶受け菓子として親しまれているだけでなく、茶の湯との関係も深い。その他各種の年中行事や、慶長時における引き出物などにも用いられる。四季との結びつきが強いことも特徴の一つで、特に上昇菓子と呼ばれる上等な生菓子では、 各種の製法を駆使し、味だけでなく、視覚的な美しさが豊かな季節感を持って表現されている。饅、ま、頭は室町時代初頭にもたらされた最も古い和菓子の一つ。現在も日常の茶菓子や敷菓子などとして親しまれている洋館。饅、ま、頭と同様、中国からもたらされた当時は羊の肉などが使われていた。ポルトガルからもたらされた。 南蛮菓子の一つカステラ。日本で独自に発展し、伝来寺とは大きく異なる菓子になっている。古代の日本人は稲、あワ、冷えなどを主食とし、狩猟や魚老などによって、タンパク質を得ていたが、その他にも空腹を感じると野生の好みや果物を取って食していたと考えられ、これが感食としての菓子の始まりであろうと考えられている。はじめは、生のまま食べていたが、 次第に保存のため乾燥させたり、アクを抜いた好みの粉で上々のものを作ったり、あるいは丸めて団子状にしたりするようになり、現代の団子や餅の原型となるものが作られるようになっていった。古事記、日本書紀においては、水人天皇の命で田島守が不老不死の理想郷に赴き、十年の探索の末にひじぐこう好みを持ち帰ったと記されており、 これによって歌詞は歌詞の最初とされ、田島守はこのみ素神とされている。和が氏の原型は、水古天皇の頃、600年代より、遣隋使を派遣し、中国大陸との交流を始めたことにより、整えられていった。文武天皇の治世の704年には、遣闘氏の淡田正人によって、唐から東歌詞八首と、果て持ち十四首の東歌詞が日本にもたらされた。この中には、 油で揚げて作るものもあり、これはそれまでの日本にはなかった菓子の製法であった。これらの菓子は、祭神用として尊ばれ、現在でも厚田神宮や春日大社、八坂神社などの神花向けとしてその形を残している。奈良時代の754年には岩神によって砂糖や蜂蜜が、平安初期の806年には空海によって、煎餅の製法が伝えられた。鎌倉時代には、 そうから、茶苗を持ち帰った英才によって、茶の栽培と普及が進められて、喫茶文化が広まったことにより、転身の一つとしての菓子作りも発達していった。当時食されていた菓子は今日にはほとんどその形を留めていないが、1341年に日本にもたらされた饅頭は、現在も続いている最も古い菓子の一つである。 饅頭は、仁和寺の第二世伊達山徳美に、弟子入りした、宋の林清元によってもたらされたもので、清元は奈良の村に定住して、日本における最初の饅頭である奈良饅頭を売り出した。饅、ま、頭には当初中国のものに習って、羊豚の肉があんとして使われていたが、日本には当時肉食の習慣がなかったため、清元は肉の代わりに、 マメルヤンを入れたものを草案し、この形の饅頭が全国に波及していった。鎌倉時代から室町時代にかけてもたらされた洋館も、もともとは文字通り羊の肉が使われていたものであったが、日本では小豆を使用したものに改良されて、次第に現在の形になっていったものである。室町時代には、ポルトガル、スペイン、オランダの宣教師たちにより、カステラ、ボーロ、 コンペイトカルメラといった、いわゆる南蛮菓子がもたらされ、小麦粉や砂糖を使ったこれらの菓子は、和菓子の製法と発展にも大きな影響を与えた。またこれらの南蛮菓子もその後の改良により、伝来寺の形と大きく異なっているものも少なくない。その後、江戸時代には、鎖国体制が敷かれたため菓子の発展にも、一旦歯止めをかけることになるが、一方で、 それまで貴重品であった砂糖の輸入も増え、また平和が続いたこともあって、独自に成果技術が発達していき、江戸で武家や庶民に親しまれた江戸菓子、京都の宮やな系菓子がその形を整えていった。また参勤交代制度によって、各地の街道が整備されたことで、人々の行き来や情報交流が盛んになり、各地の名家、名物菓子が知られるようになった。このようにして、 江戸時代には現在の和菓子のほとんどが形作られた。明治時代になると、開国と共に西洋の文化が押し寄せ、チョコレートやビスケット、ケーキ、キャンディーといった洋菓子が日本に次々と導入されていった。これに伴い新たに日本に入ってきた洋風菓子を洋菓子、それまでの日本の菓子を和菓子とする呼び分けがされるようになった。その後は、あん、パン、 クリーム入りの饅頭といった和洋折衷の菓子なども生まれ、現代の日本では多様な菓子が並立する時代となっている。菓子には様々な分類方法があるが、日本では保存性の観点から、まず水分の含有量に基づき性菓子、非菓子及び反性菓子に対別することが一般的になっている。水分を30%以上含むものが、生菓子10%以下のものが、 日菓子で10%から30%のものが半生菓子におおよそ分類される。生は加熱していないという意味ではなく、焼き菓子でも水分量の多いものは生菓子になる。生菓子よりも半生菓子の方が、半生菓子よりも寒菓子の方が保存性が高く日持ちしやすい。口述のようにもち菓子や饅頭などは生菓子、せんべいや落眼などは、 日菓子で、最中などは、反省菓子に属する。羊羹や、牛皮のように、製法によって、水分量が左右され、生菓子になったり、反省菓子になったりするものもある。原材料や製法によって、餅菓子、焼き菓子、練り菓子などに分類される。前述の通り同じ原材料を、同じ製法であっても細かな製法の違いによって、水分の含有量が変わるため、 同じ種類の菓子が、生菓子、反省菓子、東の二つ以上の区分に該当する場合も存在する。生菓子のうち、日常的なお茶受け菓子として用いられるものは、波製菓子、または朝お菓子などと呼ばれており、蒸気のち菓子、上菓子、薬き菓子、おか菓子などがこれに属する。朝お菓子とは朝に作ってその日のうちに食べるものという意味である。対してこなし、 練り切りや牛皮などを主な素材とするものや色の異なる素材を流し合わせた洋羹類などの高価で上等な生菓子を上昇菓子と呼ぶ。上昇菓子ではこれらを素材として各種の仕上げ方法を駆使し季節の風物が写実的あるいは抽象的な仕方で色を鮮やかに表現される。その他用途や目的に応じた分類、名称としては以下のような例が挙げられる。 式との関わりが深いことは和菓子の特徴の一つである。和菓子の中には特定の季節に限定して売り出されるものがあり、また特に上昇菓子では菓子自体によって季節の風物が表現され、それぞれの菓子に見合った名が付けられている。その他美ナ菓子、盆菓子など特定の年中行事で備え物にしたり、食したりするものもある。これらの和菓子のいくつかは、 季語としても扱われている。あずきあん和菓子の材料には様々なものがあるが、基本となるものは豆類、米粉などの粉類並びに砂糖類である。特に豆類から作られるあんは和菓子の基本と言われるほど重要視される。よく見られる黒いあんは赤あんといい、主にあずきによって作られる。あんを作る際、こして豆の皮を取り去ったものが腰あん。 豆の粒を残したものが粒あん、皮ごとすりつぶしたものがつぶしあんと呼ばれる。また、水あめを多く加えたものを、ネキあん、または、あめあんという。白あんは、手棒、大福豆といった、インゲン豆の種類から作られるコシあんであるが、高級品として白あずきから作るものもある。青えんどうは甘く煮ることでうぐいす豆となり、また青色のコシあんであるうぐいすあんの原料となる。 白あんからは、牛皮等を混ぜて作る、練、ね、り切り、小麦粉や米粉を混ぜて作る粉なしなどが作られる。また、各種のあんを、腰式でこして、そぼろ状にしたものを均等、または、そぼろという。上昇菓子ではこれらを組み合わせ、着色や細かな細工を施して、季節の風物が美麗に表現される。豆類はこれらのあんのほか、いって、いり豆としたり、 砂糖液を絡めたりして作る豆菓子の材料にもなる。米粉転は米粉、小麦粉が中心となるが、蕎麦、きび、泡などを引いた粉も使われる。米粉は餅や団子、牛皮、せんべい等の材料であり、小麦粉は各種の焼き物菓子の生地などに使用される。以下は米粉を中心に解説する。米粉は粘り気の多いもち米によるものと、 比較的粘りの少ないうるち米によるものとに、大別される。もち米を生のまま粉にしたものをもち粉といい、餅菓子や牛皮、団子の材料となる。もち米を水を加えながら潰し、乾燥させたものが白玉粉であり、これも牛皮や白玉団子の材料となる。なお、牛皮は水飴を混ぜるもので、配合によって、牛皮餅とも、牛皮飴とも呼ばれ、 各種の和菓子の素材として広く用いられる。もち米を蒸した後、乾燥させて作る道明寺干しいを粗く引いたものが道明寺粉で道明寺桜餅やみぞれ香の素材となる。同じものを細かく砕いて焼いたものが新引粉で落蟹や菓子の仕上げに上からまぶして使うまぶし粉などに使われる。道明寺粉に煮るが餅を焼いてから引いたものはみじんこといい。 これも各種の生地のつなぎ材などに用いられている。うるち米を生の状態で加工したものを、新古、上新古、上用古という。これは、粒の細かさによって呼び分けられるもので、新古が最も粒が大きく、上用古が粒が小さい。上新古は草餅やかしわ餅、また餅粉と混ぜて、団子粉を作り団子の材料とされる。上洋古からは、ウイウや、 山芋を混ぜた山芋饅頭などが作られる。砂糖は菓子に甘みをつける役割のほか、保水性により柔らかさを保ったり、保存性を高める役割を果たす。和菓子には一般の白砂糖、白相糖、グラニュー糖なども使われるが、特に珍重されるのが、高級品の和三本で、やや黄みがかった色と独特の風味を持ち、そのまま押し固めて、東にすることが多い。 黒砂糖もカリン糖などを作るのに使われている。以上の他にも様々なものが和菓子の材料になる。水飴は前日のように飴菓子を作る材料になるほか、豆などにかけてかけ物菓子を作ったり、あんや生地のつなぎとして使われたりする。寒天は羊羹水羊羹や金玉港、蜜豆などの材料となり、他にくず切りなどを作るくず粉。 わらび餅を作るわらび粉などからも透明感のある、料味の和菓子が作られる。山芋は、白さを生かし山芋まんじゅう、カルカン、練り切りなどの材料とされる。和菓子、洋菓子の両方の要素を取り入れた菓子も珍しくなく、なっている。博多通り門、ザビエルなどは、西広和菓子、和洋折衷菓子を名乗っており、白あんに、バターといった、原材料が使われている。 これら和洋折衷菓子は名家、土産菓子とされることも多い。他にはドラ焼きにホイップクリーム、ロールケーキにあんこなども稀に見られるようになっており、和菓子、洋菓子の消費スタイルに柔軟性も見られる。和洋折衷という考え方は明治時代まで遡り、日本百貨大辞典にはジャスミンあん最中、レモン最中、チョコレートおこしなどが紹介されている。近年は、 和菓子の伝統的な技法に現代的な要素や和菓子に用いなかった要素材を用いたネオ和菓子という概念も生まれており、SNS 映する見た目の菓子も多いことから若い世代や外国人からも人気を得ている。老舗和菓子店が代替わりに伴って取り組む例が多いが、有名パティシエが新聞屋として出展するケースも増えている。江戸時代、市内の菓子商人は店ごとに、 上国名を付記したが、これは、貸商人は、京都、中見土家の支配に属していたからである。当家の役所からは一年おきに、下役数人ずつが、浅草新堀端の松平西福寺内の役宅に、出張し、江戸市内において、上国号などの官名を明記せずに、単に、XX や XX、表絵のような通称で営業する貸子屋を創作した。そしてその家主、 地主に差し紙を送り、無免許者を役宅出張所に召喚し、合唱人は、京都、中見土家の支配に属すること、当家から、上国号の官名を受け営業すべきことを悟し、希望に応じて、上国名を授与した。官名等級は、藤原姓が最高で、ついで山、山城、山和河内、泉、摂津など、また武蔵、木、尾張。 日立などは決して許されず、その他の国名及び XX 道、XX 圏などの順位であった。これは俗に持ち屋間とも言われ、大乗の階級は、後の総人間待遇に該当し、正七くらいに相当するという。ありがとうございます。